願いが叶うクルスの海は、宮崎県日向市細島にある名称である。地元では、昔から特徴的な海岸の景観から、十文字と呼ばれていたが、観光資源の開発に伴い、細島で民宿を経営していた原田一郎がポルトガル語で、十字を意味するクルスに、海を加えた、クルスの海という名称をつけた。その後、海岸と岩礁が、可能という漢字に見えることから、 観光地として、願いが叶うクルスの海という名前が正式に制定された。日方海岸国定公園の日向岬に属しており、約1500万年前の九州東部で起こった大規模な火山活動によって形成された中上摂理の地形にある。中上摂理が波浪による侵食で削り取られ、 上空から見ると東西に200メートル、南北に220メートルに裂けた岩場と運河上になった海が十字に見えるところが特徴である。また、この地点には願いが叶うクルスの鐘が日向市によって設置されている。また、当地は日向岬に属する馬が背に並ぶ主要な観光スポットとして日向市に広報されている。特に近年はメディアでの露出が多く、 ドライブスポットであるため、ホンダやスバルなど国内自動車メーカーの CM をはじめ、アウディなどの海外メーカーのプロモーションなどのロケ地として採用されている。展望台より可能という縁起の良い感じの風景が見られることから、県内外から多くのカップルが集うデートスポットや、結婚式の前撮り場所としても有名になっている。2004年3月には、 日向商工会議所青年部の主催で願いが叶うクルスの海チャペルウェディングが開催され、同日敷地内にある願いが叶うクルスの鐘の除幕式も執り行われた。ありがとうございます。